いやほんま嫌ですよね。いやどういうことかっていうと、昨日の記憶はね確かにあるんですよ。ただ僕今日は金曜日なんですけど、今日が木曜日で昨日は水曜日だと思ってたんですよね。いやどういうことなんですかね。木曜日を過ごした記憶がないんですよね。どうもどんざるです。いや金曜日がゴミの日なんですけど、おかげでゴミ出し忘れちゃいましたよ。ということで今日歌う歌は1977年さだまさしさんのかかしです。この曲実は元に作られてるらしくて、さだまさしさん本人やったのか弟さんやったのか忘れたんですけど、本当に金頼むって言って電話切ったっていう話があるみたいです。それではカポ5コード C、 作詞作曲さだまさし、さだまさしさんのかかし歌わせていただきます。元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しいかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、城跡から見下ろせば青く細い川、橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突、この街を綿菓子に染め抜いた雪が消えれば、お前がここを出てから初めての春、手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔を待ちわびる、おふくろに聞かせてやってくれ、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しいかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を転げ落ちてくる、銀色の毛布つけた田んぼにぽつり置き去られて、雪をかぶったかかしが一人、お前も都会の雪景色の中でちょうどあのかかしのように、寂しい思いしてはいないか、体を手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔を待ちわびる、おふくろに聞かせてやってくれ、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しいかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、
寂しいかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。どうでしたでしょうか。昔はね、携帯電話もなかったんで、公衆電話だけで電話かけるとすごいお金かかったんですよね。だから金頼むだけしか言えなかったっていう話ですよね。最後まで見てくれてありがとうございました。次回は陽だまりの歌。